ほう、すべてを悟った、ドイツ代表監督さんの表情がこちらです。エスピサロイタクラ。サイコパスクボ。ハンジフリック、なんそれ浅野。まさに最強日本代表に乾杯のドイツ、監督なんそれさんの表情がこちらです。浅野の途中出場に怯えるフリックさん。浅野のゴールで全てを悟ったフリックさん。おまけの全てを悟ったユディガーさん。絶望的な表情しとるやん。お前ら同じ顔しとるで。ユディガーさ、全てはお前が始めた物語やろが。ワールドカップの組み合わせ決まった時は想像もできなかった未来すぎてくさ。日本で金とか言わんでさ、毎年やろうやお互いの監督かけて。浅野に怯えるフリックマジで震えてそうでくさ。ユディガー途中昼寝しとったやん。ドイツ代表監督へ、ヒアウィーゴー森安。ドイツが弱いんか日本が強いんか、正直よくわからんな最近は。浅野に名前覚えてもらう前に解任された男。